ミクサーキーアは、テレビジョン映像編集技術における2以上の映像を合成するための基本機能の一つで、映像間での重ね合わせや切り抜き合成などに用いる。放送事業者や、放送機器メーカーによっては M、E、ME という場合もあるが、以下、M、K と略記する。随一 M、K 機能の基本回路の例、M、K の基本的な構成は、随地のようなものである。 2つの映像信号インプット1、インプット2に対し制御信号 C 及びその反転である 1C を常時、両者を加算したものを出力アウトプットとしている。アナログ映像、デジタル映像ともに構成できる。図に M、K 機能のミックス動作の説明演算を数式で見ると、アウトプットイコールインプット1、インプット 2C となり、これからになることがわかる。 制御信号を0と1で切り替えると2つの入力が単純に切り替わり、0から1の間の値で2つの入力が重ね合わせ合成されることになる。制御信号を画面全体にわたって同じ値、シートし、これを徐々に変化させることで2つの映像が徐々に溶け込むように切り替える、いわゆるフェードイン・フェードアウト効果が得られる。なお、2つの入力で同じ映像部位を用いた場合、 インプット1イコールインプット2イコール V とすると出力は隣制御信号の値によって変化しない。このため同じ背景の前で撮影した別々な被写体間の転換がスムーズに行える。このように制御信号として画面全体に対して同じ値を用いて合成する、要動作する機能をミクサー機能あるいはミックス機能という。制御信号は 画面全体にわたって一定値でなくてもよく、映像信号でもよい。二つの入力と制御信号のタイミングを画素ごとに合わせることで、制御信号である映像信号の内容で合成をコントロールすることができる。この時の制御信号をキー信号あるいは単にキーという。すなわち、キー信号は目的に合った構成を行うための制御用映像信号である。 キー信号は通常モノクロ映像信号、すなわち、軌道信号のみからなる映像信号である。ここでは便宜上軌道最低、すなわち黒を表す軌道0、軌道最大、すなわち白を表す軌道1として説明する。この場合、前期したミクサー機能に用いた全画面0あるいは1の制御信号は、全画面黒あるいは白の映像信号に相当することになる。したがって、 キー信号の輝度レベルを黒、白間で変化させるとミクサー機能での効果が得られることになる。次に画面の中で白い部分と黒い部分がある場合を考える。この場合キーが黒のところは入力1が、白のところは入力2がそれぞれ出力されることになる。このためキー信号で片方の映像を切り抜き、 ここに他方の映像をはめ込んだような合成結果が得られる。これをキーイングあるいはキー合成などという。テレビジョン映像の合成はキー信号による合成が基本であり、このキー信号を生成する様々な手法が映像技術の発達とともに開発されてきた。このような MK 機能はプロダクションスイッチャーの主要な機能の一つとして組み込まれており、 スイッチャーの規模を示す指標の一つとして、映像ソースの入力本数と共に実装された MK の数を用いることもある。中継車などで用いる小型スイッチャーでは 1MK のものもあり、首都圏のテレビ放送局でニュースやスポーツ中継に用いる大型スイッチャーでは 3MK から時には 4MK を装備する。キー信号には日のキーと中間値を持つキーとがある。 前者を日キー、後者をリニアキーと呼ぶ。日キーは安価に実現できるが切り替え部分が目立って合成品質が高くない場合がある。リニアキーの場合、0から1への変化にあたりキーのレベルを徐々に変化させられるので切り替え部分を目立たなくできる。また、意図的に白黒の境界の変化を徐々にすることにより、境界をぼかすソフトキー効果も実現できる。 基本的なキー信号の生成、使用方法をいくつか挙げる。軌道キー映像信号の軌道レベルから作るキーである。最も単純なものは日記キーである。これは入力信号の軌道の代償を見て、式置以下なら0、それを超えたら1となるようなキー信号を生成するもので、高速なコンパレータあるいはスライス回路があればよい。式置は、 可変できるようにするのが普通である。回路が単純で、コストが低いため、安価なビデオ機器にも実装できる。クロマキー映像信号の色から作るキーである。原理としては、色信号が指定の色範囲にあるか否かで、キーの値を0、または1にする。通常青を背景にして、物体や人物を撮影し、青の部分に他の画像をはめ込むものである。 ワイプキー画面を左右、上下などに分割して合成する効果を作るためのキーでアナログ、デジタル演算によって分割パターンを発生し、これによってキーを生成するものである。パターンには上下左右のほか、区形、円形、星形、斜めなどいろいろなものが用意される。これらのパターンを一方の入力だけが表示された状態から、他方の入力の取り切りまで変化させて、 場面転換を行うのが一般的である。これをワイプ効果というディーブキーデジタル特殊効果装置で移動、縮小、変形した映像を背景映像にはめ込む場合、ディーブの映像出力からキー信号を生成するのは困難であるため、ディーブが生成したキーを用いる。これとワイプ効果を組み合わせると縮小した映像が出てきて、全面取り切りになる効果や、 映像がスライドして出ていく、転換効果が得られる。いずれにしても d e が供給するキーで合成したもので、ある。スーパーキー文字スーパーを合成するためのキーである。基本的なものは、白黒で表現したテロップ文字をスライスして作った、キドキーが使える。実用的なスーパー表示のためには、文字に色をつけたり、輪郭をつける、影をつける。 円をぼかすなどの処理を行うため、リニアキー方式を採用することが多い。また、文字の周囲を半透明なく形領域として、背景映像の絵柄に関わらず、文字を視認しやすくする効果が使われるが、このような半透明効果のためには、リニアキーが必須である。ありがとうございます。